眠りたいのになかなか寝つけずに悩んでいるあなたをすぐに夢の世界に誘う最強の睡眠法があります。それは認知シャッフル睡眠法。10秒ごとに読み上げる単語をイメージするだけですぐに眠りにつくことができる不思議な方法なんです。10秒ごとに猫、映画館、田んぼ、リンゴなど関係のない単語を読み上げていきます。あなたは目を閉じた状態で猫がいる風景、もしくは自分が猫と戯れているところなどを思い浮かべてみてください。次に読み上げる映画館も同様です。映画館が見える風景だったり、自分が映画館にいる様子を思い浮かべてみてください。論理的なことや悩み事についてじっくり考えているなど、頭をフル回転させている状態だと人はなかなか眠りにつくことができません。カナダのサイモン・フレーザー大学のリュック・ボードワン博士によると、脈絡のない言葉から連想されるイメージを思い浮かべては消すという行為を繰り返し、頭の中をシャッフルすると覚醒していた脳が緩み、すぐに眠りにつくことができるというのです。ではこれから私が読み上げる言葉を連想してみてください。今のうちにスマホの充電をお忘れなく。それでは目を閉じてください。イメージしているうちにすぐ心地いい夢の世界でくつろいでいるでしょう。猫。映画館。田んぼ。リンゴ。傘。イカ。ココア。鳥。テーブル。風船。みかん。森。帽子。服。雪。貝。
絵本。コップ。クマ。シャツ。お皿。ソファー。風。魚。芝生。太鼓。ホタル。筆。のり。ハンコ。わたあめ。カード。ハンモック。時計台。リップ。海。歯ブラシ。車。ピアノ。グミ。船。塩。桜。
紅茶。ノート。ウサギ。クレヨン。クモ。ネイル。手帳。牛。真珠。鍋。カメラ。お餅。せせらぎ。手鏡。ミルク。もみじ。サンダル。アサリ。イルカ。靴下。シャワー。手紙。ポスト。パン。ペンギン。ニンジン。雨。ドレス。
夕日。サバンナ。鈴。信号。テント。月。ココナッツ。駐車場。おせち。写真。卵。アロマ。そば。日記。深海。白クマ。宝石。温泉。手形。ヤシの木。香水。水族館。屋台。ミント。カワウソ。電車。フクロウ。
お風呂。ケーキ。ギター。宇宙。山道。アート。南極。麦茶。デパート。シマウマ。ブドウ。湖。正月。プードル。観覧車。かき氷。空港。スニーカー。望遠鏡。別荘。スケート。夏祭り。メガネ。ライオン。醤油。暖炉。テーブル。
国。ボール。シャンプー。じゃがいも。オルゴール。着ぐるみ。楽器。オムレツ。科学。クリスマス。キノコ。スイス。パレード。恐竜。生放送。チーズ。英会話。ろうそく。笹の葉。神社。おやすみなさい。